今この場にいる私たちは生駒市立飛鳥野小学校6年生の代表として発表をします。毎年修学旅行では広島に行っていたのですが、今年はコロナの影響で犬山長島方面になりました。1日目に明治村に行き、リアル人生ゲームをし、犬山城を見学したりして歴史を学びました。2日目には長島スパーランドで友達と一緒にアトラクションに乗ってとても楽しかったです。また犬山長島方面の修学旅行では、時間を意識して行動しなければならないことの大切さや、班の人たちとコミュニケーションを取ったり協力をしたりすることを学びました。そして協力をしたりコミュニケーションを取ることができたりすると、一つのことを成し遂げることができ大変達成感を感じることができました。ですが広島の平和公園資料館で平和や原子爆弾について学ぶこと、新幹線や船に乗って旅をするのを楽しみにしていました。それができなくて残念に思っていましたが、2月にオンラインで広島へ行けることになりました。私は実行委員に立候補しました。理由はコロナの影響で広島に行けなかった分、オンラインという形で修学旅行をしてみんなを楽しませてみたいなと思ったからです。私は広報に立候補しました。理由は児童が一緒になって作り上げていくオンライン修学旅行は日本初だと思うので、そのオンライン修学旅行をたくさんの人に広めたいと思ったからです。今実行委員ではオンラインだけど本当に広島に行った気持ちになるように、みんなで相談してワクワクするような企画を考えています。広報では校内向けにポスターを作ったり、多くの人に知ってもらうためにホームページを活用し、オンライン修学旅行の情報を発信したりする予定です。これから小林委員や鶴委員とともに6年生だけではなく学校全体で取り組む予定です。初めての取り組みでまだわからないこともありますが、みんなで意見を出し合い笑って過ごせる最高の旅を作ることにとてもワクワクしています。オンライン修学旅行でコロナ禍のピンチをチャンスに変え、さまざまな方の協力を得て時空を超える旅を必ず成功させます。ぜひご注目ください。